輝く星に心の夢を願ったと思ったら相手は星じゃなくて流星くん。科学って残酷なんじゃな。しかし大切なのは信じる心、そうでしょ。今回ご紹介するのは流星群の正体とそれを確実に見る方法についてです。ではまずは科学用語の説明から始めましょう。多くの人がよく混同してしまう2つの言葉、それが流星と流星物質。流星は彗星の破片などが燃えることによってできる光の筋として知られていますね。ロマンチックな呼び方をすれば流れ星になります。一方、流星物質は宇宙の岩石で、これはいわば地球へ突入する前の流星。さて、ではこの天体が地表に落下するとどんな名前になるかわかりますか？そう、隕石です。つまり流星物質が大気に突入するとそれは流星になり、あなたのお家に降ってくると隕石になるのです。それはまあ冗談ですけどね。さて、ではこの岩石の出所は一体どこなのでしょう？さっき一度ちらっと言いましたけれど覚えてますか？小テストでもしましょうか。え、いらないって流星は彗星の破片とされています。彗星は地球やその他の惑星と同様、太陽の周りを公転しています。惑星はより円に近い軌道を公転しており、それは特に地球の場合顕著でしょう。一方、彗星は円をギュッと引き伸ばしたような非常に細長い楕円形をしています。ですから彗星は太陽から大きく遠ざかる時期と逆に太陽に接近する時期を持ちます。彗星が太陽へ近づいた時、その氷の表面は太陽の熱で沸騰します。すると塵や岩石が彗星から剥がれていくのです。こうして生まれるのが流星物質。今現在もたくさんの流星物質が太陽の周りを回っています。そして時折この破片の群れに公転軌道が重なり、私たちの地球はその中へと突っ込むのです。例えるならば、高速道路で車を走らせていた時に虫の群れに突っ込んだようなものでしょう。それが宇宙で起こっているものだと考えてください。思いっきり離れたところからこの衝突劇を観測すると、それはゆっくりとした静かなふわっとしたものに見えるだけかもしれません。しかし地球の大気に突っ込んでくる流星物質は時速約5万キロメートルの速度を持っており、そもそも地球は公転軌道上を時速約10万8千キロメートルですっ飛んでいるわけですから、2つの高速移動する物体同士が正面衝突する現象がそこで発生しているということを忘れてはいけません。高速は高い摩擦をも意味します。つまりは高い熱が発せられているんです。ほとんどの流星物質は1650度の高熱で燃え尽きてしまいます。この高熱の岩石が残す灼熱の空気が輝く尾を形成し、それが夜空では流れ星の光となるのです。中にはあまりにも明るく燃えるために日中でも火の玉として見ることができるものも存在します。 50km 離れた場所からでもその音は聞こえ、 100km 離れた場所からも目で見ることができます。落ちてくる隕石にそんなに近づいて大丈夫かと心配にもなりますが、地球の大気はその距離の5倍の分厚さを持っているため基本的には安全です。また飛行機での旅行中に流星群に遭遇しても、上空 10km 程度の高度を飛ぶ飛行機と流星群の距離ははるか遠いので、これも心配はいりません。地球にぶつかる流星物質の数が多ければ多いほど流星雨の章も長くなります。そのほとんどは小さな破片であるため、地表にたどり着くまでに完全に燃え尽きてしまいます。頭に落ちてくる心配はないのでご安心ください。またその量があまりにも多く、1時間あたり1000個の流星が降り注ぐほどになると、その現象は流星嵐と呼ばれるようになります。流れ星に願い事をする伝統はギリシャの天文学者プトレマイオスの時代まで遡ります。紀元100年から170年頃を生きた彼は、空の神々が好奇心から地球を覗いた時、彼らはうっかり一つか二つの星を地に落とすと考えたのです。流れ星が流れる時、神々は地上を見ておられる。こうして流れ星が流れる時こそが願い事に最もいいタイミングだと考えられるようになったのです。運がいい人は年中を通して散発流星に遭遇することができるでしょう。この現象はもちろん昼夜関わらず発生していますが、青い空の下では目で見ることが困難です。一般的に流星を見るために必要とされている条件は、
夜であること、そして光害が少ないこと、これは後ほど説明しましょう。雲の状況、そして月齢、月が明るければ明るいほど見づらくなります。そして空が見える場所にいることとされています。流星雨を確実に見ようと思った時は、その最接近する日付や時間を調べておきましょう。毎年同じ季節にやってくるものもあり、天文学者や流星マニアたちはこのスケジュールをしっかりと把握しています。例えばこと座流星群は4月に接近し、ペルセウス座流星群は8月に接近します。オリオン座流星群は10月、獅子座流星群は11月、双子座流星群は12月にそれぞれ接近するのです。カレンダーに今のうちに印をつけておきたいものですね。最も有名な流星群はペルセウス座流星群かもしれません。7月中旬から8月14日頃にかけて見られます。ピークは最後の5日間にかけて。スイフト・タットルならぬスイフト・タットル流星が1分間に60個の流星を夜空に降らせます。この彗星は地球付近を複数回通過する天体の中でも最大のもので、その直径は恐竜を滅ぼしたとされる小惑星とほぼ同じ。ペルセウス座彗星群のほとんどは砂粒ほどの大きさをしており、大きいものでもビー玉程度しかありません。その粒が地球の大気に時速約21万キロメートルというぶっ飛んだスピードで突っ込んでくるんです。歴史上最長の流星雨は1833年11月に記録されています。発生した場所はロッキー山脈のすぐ東。その時地球には9時間の間に24万個の流れ星が降り注いだと伝えられています。願い事なんか全部叶ってしまう勢いですかね。この最大のスペクタクルを引き起こしたのは獅子座流星群。流星群の中では最もパワフルとされており、塵を12トンから14トン引き連れて現れます。9時間のショーは毎年発生するわけではありませんが、11月中旬頃には美しい流星雨を目にすることができますよ。双子座流星群は12月に獅子座流星群を追って地球にやってきます。この流星雨は彗星ではなく小惑星ファエトンにもたらされるのがその特徴です。双子座流星群の移動スピードはその他に比べるとゆっくりで、1時間に40個の流星を降らせるのみとなっています。しかし天文学者たちはこの流星群が毎年大きくなっていると観測しているようです。以上の情報を踏まえれば流星群は確実に見ることができますね。ではその時に必要な器具や観測に適した場所についてはどうなっているのでしょう。北半球では南半球よりもよく観測が行えます。最適な時刻は日の出前で、その他の天体観測とは違い望遠鏡も双眼鏡も必要はなく、高台へ行く必要もありません。毛布を1枚と重ね着をして、温かい飲み物を魔法瓶に入れて出かけましょう。キャンピングチェアは便利な道具となります。うっかり寝てしまった時のために目覚まし時計も持っていくといいかも。お庭で横になるだけでも見えるとは言いますが、都市部で生活をしている皆さんの場合賢い方法とは言えません。ここで問題になるのが先ほど条件で挙げた光害。通りや住宅、交通信号によって街は光であふれかえってしまっています。最近では都市近郊でも光害が発生していますからね。ですからそのような方々は都市部を離れて最適な観測場所へ移動するのがいいかもしれません。開けた場所や湖岸といった自然の多い場所へ行きましょう。夜になれば明かりのない暗い場所であることがこの場合は重要になります。そうだ、あと一つ持っていくべき大切なものをお教えするのを忘れていました。それは忍耐力。テレビなどで編集された映像とは違って、次から次へと流星が見られる保証はありません。運が良ければ数分に1回見ることができるでしょう。それ以上に頻度が低い可能性も考えられます。これらは空の状況や月の出、日の入り、月齢、流星が見える角度など様々な条件によって左右されるものなんです。空を見上げて目や神経をすり減らさないように気をつけましょう。30分ごとに休憩を挟むとベターです。流星群を見るためのアプリや星図を持っていくのもおすすめですよ。流星群には見える方向に基づいてその星座の名前が与えられているのもヒントとなるでしょう。流星群を確実に見るために必要なのは何といっても忍耐。でも挑戦してみる価値はありますよ。美しい流星雨は滅多に見られませんが、一生に何度か見られたらあなたは本当に幸運な人となることでしょう。